船橋千葉に比べても本当小さなところなんで、まあ、いわゆるその金銭的な補助っていうかね、そういったところで勝負したらもう完全に耐えられませんので、まあ、基本的には国あるいは県、まあ、国一義的には国だというふうに思ってますけども、まあ、そこでしっかりやっていただきたいという部分ですね。習志野市の宮本大輔市長は今日の定例会見でこのように述べ、給食費を無償化している近隣自治体との格差是正に向け、国による一律の対応が必要だという考えを示しました。また、船橋市の松戸徹市長は、給食費を無償化するには年間30億円の財源が必要になると説明した上で、次のように述べました。子どもたちが本当に必要になるのは給食費だけなのかというと、例えば学校の教育環境、今一人一台パソコンを入れたりしましたけども、じゃあそのパソコンを活用するために船橋は独自に普通教室に電子高校を全部入れました。でどっちが子どもたちの幸せのために目の前の給食なのか将来に向けた教育環境なのか、県内でもある自治体では無償化されている、ある自治体ではされていない、でもこっちの分野ではある自治体はもっといろんな別のことをやってるとかっていうことがあるので、共通して子どもたちを支えていかなければいけないものは何なのかっていうことをやっぱり国として明確に議論して結論を出していく時期だと思います。